でしょう。まあ最近まあ一個はまずメインじゃないんですけど、はい、この YouTube 見てくださったお客様がライブ来てくれまして、はいはい、でまあ呼び込みのライブやったんですけど、うん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 、あのこの YouTube も占い君と連絡を好きで見てますと。おお、うん、ありがたいですね。で声で一発で気づきましたっていうので、ありがたい、ありがたいです。確かに奥村君のこれ特徴あるもん ね。この声ではもうまずこれありがたいなってお話が一個あるんで、うん、もしよかったら皆さんライブにね足運んでいただければと思いますんで、うん、ぜひぜひね、よろしくお願いします。あとあのこの間なんですけど、うん、後輩芸人にランフィッシュっていう漫才師がいまして、うん、別の事務所の後輩なんですけど、はい、そのランフィッシュっていう子が X、ま、前のツイッターですよね、はいはいはい、でバズってたんですよ、うん、何かって言ったら、まあ、そ本人がバズってたんじゃないんですけど、うん、そのランフィッシュっていう後輩が M1 の今年3回戦まで進出したんですよ、はいはい、で3回戦まで行くと YouTube にネタの動画が上がるんです、うん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 、でネタの動画でまあ全員が見える状態になってたんですけど、そのネタの一部がその大人気漫画、大人気アニメの呪術廻戦、おうおう、はいはいはい、少年ジャンプでやってる呪術廻戦が今ね、なんかちょっと漫才のなんか話になってるんですよ。あ、そうなんだ。で、その一部分、まあ漫才シーンがあるんですけど、うんうん、その漫才シーンでの掛け合いがその後輩のランフィッシュの M1 の、まあ、3回戦の冒頭と結構ほんまそのまんま、あ、じゃあ使われたのかな、だから参考にしてくださったから、で本人らも めっちゃ喜んでたんですよ、うん、こんな嬉しいことないっていう話でやったんですけど、はい、でそれを知ったのも、なんかあるツイッターやってる方が、はい、そのジャンプに載ってたその一のページとそのランフィッシュの YouTube の冒頭のくだりをパンって貼り付けて、これまんま一緒だなみたいなことがバズってたんですね。なるほどなるほど、はいはいはい、まあまあ無断天才なんですけど、どっちもまあまあまあ、まあ、ジャンプ本誌と YouTube の冒頭なんで、ね、そうだよね、まあ、無断天才は無断天才なんですけど、まあ、それが6000いいね以上とか結構バズってて、でそれをまあ僕も見てたんで、はい、ランフィッシュのライブあった時によかったやんけって話したら、うん、いやでもちょっと聞いてくださいと、うん、で僕もそれでめっちゃ嬉しかったんですと、うん、ただまずその元の無断天才で上げた漫画と YouTube 載せた人はランフィッシュという名前すらまず使ってないとだからそのせめて一言書いてくれれば、そうだね、もう宣伝にもなれた、うん、まあ、まあ YouTube 載せてくれてるけど嬉しいと、うん、もう一個、うん、それを引用で リポストリツイートしたんですね、はいはいはい、いわゆるその元のツイートを残しながら自分でもこれ、まあ、ありがとうございますみたいな、はい、僕たちですみたいな、はい、でもう本人登場ですよ、うん、モノマネ番組で後ろから言う本人登場で、元のツイートが6000いいね超えてたんですけど、僕18いいねやったんですこんな悲しいことないでしょ。だって天下の少年ジャンプの看板漫画におそらく自分のくだり使っていただいたっていうのの本人ですが18いいねで、で僕ももうさすがにお前少なすぎるやろって言ったら、ね、いやでも本人がいいねしてくれたんですって言ったんですよ。で、え、本人ってなって、え、呪術回戦の作者の方って聞いたら、ああ違いますって、あ、まあ、じゃあ少年ジャンプ集英社の人って、ああ違います、そのあの元 あのツイートをしてくれたお前それ本人って言うなよって無断天才の無断天才一番最初の人本人って言うなよそらって、でもその18分の1はその人でって言ってじゃああと17名が、ね、まっとうな、まっとうな、まっとうな、あのいいねであっていやこんなんかが、まあ、本人はもう嬉しがってもちろんそのまあまあまあね、はい、ただその俺がバズらへんねやっていうそのびっくりは、ね、まあ、そんなもんなんですけど実際、まあでも名乗りを上げないとそもそも名前書いてもらってないってのもあるわけだし、そもそもそうです、まあ、うぞうむぞうの漫才師の一人になっちゃってたんで、そうだよね。でなんかすごく悪く考えてるやつはさ、はい、呪術廻戦の方が先でそいつらがパクったんじゃないのかって考えられても、ね、まあ、そう思う人もね、もしかしているかもしれないし、まあそこは多分証明できる話だと思うんですけれども、うん、まあまあまあ、18はちょっと切ない、18は切ないものがありますよね。切ないものが、いや切なかったっすね。ね、なんかいかにも便乗して出てきたみたいなイメージがちょっとあれだよね。なんかで嘘っぽくなっちゃうって言ってましたね。そこが多ければあれですけど、やっぱだから、うん、まあ売れんとダメだなっていう話ではありますね。いやでもここでこれを今言ったことによって、はい、このね、1億のこの番組の視聴者から、ね、あの皆さんに今真意は伝わりましたのでね。ただね、今年の M1 の3回戦とかもう見れなくなってるんですよね。あ、そうなん、あれ確か奥村君もあるでしょ。僕も出てたんですけど、そのなんか今年いつもより短くて、あ、そうなんだ。そうなんですよ。あの撤収しちゃってるわけだ。撤収してるんで、だから呪術廻戦の漫画だけは残りますけど、はいはいはい、彼らの動画はもう見れない状態になってる。だから結構ほんまにね、もしこれが長かったら例えば何かのきっかけでもう一回見れたりとかもするんですけど、ね、あ、いろんなタイミングがあんまり良くなかった、確認のしようもないしみたいなところ、そうなんですよ。
や、なんか今の話を通じて私はその3回戦まではその、ね、うん、動画が流れるよというのが、はい、あ、奥村君の自慢なんだなと思って話を聞いてたんですけれども、でも先週も言いましたけど僕は3回戦動画を受けなかったしんどい話してますから、そうですね、本人見るの辛いと言ってますが、そうか、あのね、ごめん、自慢で1個ね、私、なんだっけ、三池監督っていらっしゃるじゃないですか、映画の、はい、で三池監督が初恋っていう映画を撮ったんですよ、はい、何年か前ぐらいに、うん、で、なんだっけ、水川あさみさんの旦那なんだっけ、そういう覚え方をするなっていう、まあまあまあ久保田正隆さん、久保田正隆さんが主演の、彼がボクサーから、まあ、ちょっと崩れちゃったみたいな役柄だったんですね、うん、でその映画に、の中の本当に多分本編とあんまり関係ない冒頭の中で彼がもうやけになってこうね、新宿こう歩いてる時に、うん、大道駅舎に占ってもらうっていうシーンがあったんです、はい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 、で私は出たんじゃないんですね、あの、うん、やってたのはベンガルさんなんですけども、はい、それの、ですね、駅指導で私行きました。なるほど。で実際花園神社じゃなくて、あのもっと違うのこっちだな、あの、まあ、あの新宿で撮影した時も立ち会っていて、はい、税地区をこういうふうにさばいて、で後のストーリーをあれってこうやっぱりね、うん、関係者といえども全編教えてくれないんですよ、ストーリーって関係するここの部分だけ教えてくれて、でどういう手を出すかも指導しろって言われて、でそのこのあと彼が主人公がどうなっていくのかが分かればそれに見合った手が出たって設定にしましょうねみたいなことやって、まあそれもやったんです、はい、で、まあ、収録はもうただ立ち会った指導した、うん、それだけなんですよ、はいはい、ただその後その初恋という映画はカンヌ映画祭に行ったんですよ、うんうんうん、でカンヌでおそらくエンディングのロールの中に大石指導っていうのが出てるはずなんです。おお、すごいじゃないですか。だから本人全く行ったこともないんですけど、うん、名前だけカンヌに行きました。いやすごい、あのただそれだけです。いやいや、すごいじゃないですか。自慢です。いやいや、素晴らしい。いやなのでもしね、呪術廻戦もよかったら最後にどっか一文字ランフィッシュって入れてあげてもらって。本当だよね、入れろ運動で署名を集めた方がいいですよ。いや、まあまあ本人も喜んでましたから、はい、いや素晴らしい、ね、結構なことでございます。みんな頑張ろうっていう話でございました、はい、よくわかります。それでは、皆さんご視聴ありがとうございました。また明日もご覧ください。また明日、はい、また明日。